アイテム番号 SCP-264-JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-264-JP の入り口は施錠し侵入できないようにしてください。実験を行う際は周囲に SCP オブジェクトや収容違反の恐れのある研究に携わる仕事を持った職員がいる場合、隔離するか実験場所を変えてください。これ以上の研究は不必要と判断されました。研究目的での侵入も禁止します。自由は記録録を参照してください。何らかの理由によって SCP-264-JP に立ち入る必要がある場合には、内部のレイアウトを報告書に添付された写真、SCP-264-JP-1 に写っている状態から変更しないでください。また外的要因、不可抗力によって内部の様子が変動した場合には、異常性の内容を知らない人間にデジタルカメラまたは他の映像記録装置で SCP-264-JP の内部全体が映るように記録させ、変化した状態で現状保存をし、報告書の写真と差し替えてください。説明。SCP-264-JP は1900年にサイト8107に建設された 10×5×3 メートルの低強緯度物品保管用の収容室です。SCP-264-JP は当初アノーマラスアイテムの保管庫として使用されていましたが、施設改装に伴いアノーマラスアイテムの引っ越し作業が行われました。その後の空き部屋となった SCP-264-JP を収容室として再使用しようとした際に異常性が露見されました。SCP-264-JP 内を撮影した写真。以下 SCP-264-JP-1 からは異常性は発揮されません。SCP-264-JP-1 には一般的に普及されている全長 200mm 程度のプラスドライバーが映っていますが、SCP-264-JP の収容する異常性によって詳細の確認は取れていません。同様に財団に回収された経緯は判明していません。SCP-264-JP が収容する異常性は SCP-264-JP-1 に移っている物品に対する行動を試みようとした際に発生します。部屋の清掃、実験を行う、移動させる、被写体として写真に撮る、記述する、破壊する、正規の使用法を用いるなどの全ての行動は、関連のない他の優先すべき事象が発生することによって阻害されます。ただし間接的に発生した事象には特異性を及ぼさないことが判明しています。例えば、SCP-264 内部の物品を個々に写真に撮ろうとした時には妨害が発生しますが、SCP-264 内部の全体を写真に撮った時に物品が映り込んでしまっても妨害は発生しません。本報告書はわずか数点のみの資料からの推測によって作成されていますが、本報告書の作成によって、SCP-264-JP が収容する異常性は、アノーマラスアイテムの保管庫として機能していた頃から確認されていたという報告があり、この推測の裏付けになりました。長期にわたり収容の内容が明確になっていなかった原因は、異常性に気づいた人ほど報告書の作成が阻害されやすかったためだと思われます。以下は SCP-264-JP に関する記録を集めたものです。記録1、日付2003年、月、日。記録媒体、博士の使用していた研究日誌。内容要約、SCP-264-JP。当時アノーマラスアイテム保管庫として使用。で写真の撮影を行う旨の記述。考察、博士の研究日誌に、ナンバー、からナンバー、までを撮影。その後別の実験に撮影用のカメラを貸し出した。と記述されていたため、撮影途中で中止されたものと思われます。ただし別のアノーマラスアイテムを撮影した背後に SCP-264-JP。1に映っている物品が確認されています。記録2を参照してください。記録2、日付2003年、月、日。
記録媒体、アノーマラスアイテムの写真記録。内容要約、アノーマラスアイテムの背後にドライバーが確認できる。考察、SCP-264JP。1に写っているものと同じものだと思われる。被写体のアノーマラスアイテムの保管記録から、博士の研究日誌にて撮影された時から存在していることが判明した。記録3、日付2006年、月、日。記録媒体、研究員の報告書。内容要約、収容施設改造のためアノーマラスアイテムの移動を行ったという旨の記録。考察、移動後に SCP-264JP で異常性が露見されるようになりました。なおアノーマラスアイテムのリストに抜けはなかったので、SCP-264JP 内部の異常性はアノーマラスアイテムとして記録できなかったことが伺えます。記録4、日付2006年、月、日。記録媒体、収容スペシャリストの作成した収容プロトコル。内容要約、SCP-264JP を SCP-JP の収容室として使用する旨と作業予定日、2006年、月、日から2006年、月、日。記録後、日付2007年、月、日。記録媒体、収容スペシャリストの出張記録。内容要約、が出張に出ていた期間、2006年、月、日から2007年、月、日。考察、収容スペシャリストの、は SCP-264JP の改造を開始した日に緊急の出張予定が入ったため、SCP-264JP の改造を中止しました。改造前に SCP-264JP 内部の片付けをしようとして影響を受けたためだと思われます。記録6、日付2010年、月、日。記録媒体、研究員の日誌。内容、博士が SCP-264JP を臨時で研究調査室として使用した旨が書かれている。実験準備を行っている最中に SCP-264JP 付近で SCP-JP の収容違反が発生し、担当の博士が巻き込まれ、削除済み、されたため、実験は中止された。考察、SCP-264JP の異常性は妨害の手段を選ばないようです。今回の収容違反は比較的軽微なもので済みましたが、ケテル級のオブジェクトの収容違反が妨害の手段として発生した場合、甚大な被害が出ることが予想されます。これ以上の SCP-264JP の研究は禁止します。研究主任。所見、これ、SCP-264JP 自体に異常性はないんじゃないか？私が報告書を書き直しておこう。博士。追記。博士は上記の所見を書き残した後、人事異動でサイト、81、勤務となり本報告書の変更はなされませんでした。SCP-264JP の影響を受けたものとみて、以下に記録7を追記します。記録7、日付2010年、月、日。記録媒体、SCP-264JP 報告書内の所見欄及び追記欄。内容、博士が本報告書を観覧し、SCP-264JP について書き直そうとした際にサイト、8107管理者から人事異動を言い渡され、本報告書の変更が中断させられた。尾行、博士によって当該レポートの変更はなされませんでしたが、狭間研究助手が追記と記録7を作成しました。SCP-264JP が収容する、という記述をしているのには理由があります。レポート自体に変更は加えられますので、博士はなぜ妨害が発動したのか自身が書き直そうとした内容から推測してください。狭間研究助手。
ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。